阪神五千二百六十一系電車。阪神五千二百六十一系電車。阪神五千二百六十一型電車とは、かつて、阪神電気鉄道が所有していた、各駅停車用の通勤系電車である。本形式は、神戸高速鉄道開業に備えた、輸送力増強用として1967年から168年に、かけて製造された重量と、1970年に、 普通系車両発の冷房車として製造された4両の計14両で構成されていた。1967年11月12日、阪神の新設軌道各線の河川電イン圧はそれまでの直流 600V から直流 1500V に昇圧された。これは翌春の神戸高速鉄道及び山陽電気鉄道への相互乗り入れに備えたものであるととに、 輸送力のの増強にもも資するものであったこの頃になると普通運用もあざら主事には4両編成による運行を行うことが検討されていた。昇圧後も増結運用中心の5151、系以外にも5一0五5 1 0 1 5 2 0 1の各形式は増結編成、基本編成に使える要単車走行が可能となっていたが、 これらの形式の一部と昇圧後は二両固定編成となった5231型で基本編成をまかなうには数が不足していた。このため基本編成用の二両編成を投入することとなり昇圧後発の新車として本形式のうち5261から5270の重量が製造されることとなった。本校ではこの重量を仮に一時車と呼ぶこととする。 また、本形式と1968年から1969年にかけて本形式をベースとして、単車走行可能とした5311系の2、形式は製造時期や車体形状などからジェットカー第二世代と呼ばれることもある。一時社は1967年11月に登場した5261から5262。 5263から5264の二両を2本を皮切りに、神戸高速鉄道開業後の1968年5月に、登場した5269から5270まで二両個本が向川車両工業において製造された。本形式は、阪神発の1500ボルト専用車であるとともに、新車としては、初の 1C8M 制御車でもあったことから、 奇数番号車と偶数番号車で二両編成を蘇生し、奇数車が大阪側の偶数車が神戸側の先頭車となった。車体は7 8 0 1 7 9 0 1系1時車を基本とした裾部に R のない車体に側面窓配置 D1D3D3D2D 乗務員扉 D 客用扉で 客用扉は普通軽車両共通の幅 1400mm の両開きドアを装備した。前面は7801軽初期車と同様、フラットな霧妻に中央に貫通ホロ付の貫通扉を備えた三枚居窓で、端部には雨戸が露出していた。パンタグラフは空数車の連結面に一気搭載され、屋根状には従来の箱型通風機に変えて、 グローブ型通風機を搭載していた。また、屋根の R が 300mm と小さく、膜板の幅も広いことから、多形式と並結されると高さにサインが出るため、凹凸がよく目立った。台車及び伝送品であるが、台車5231系の、住友金属工業 FS-343 を継承して装着し、駆動装置も、 中空軸平行カルダンが採用された。歯車比も74、13で変更はなく、主電動機は5231型と同じ出力7 5ットの東洋電気製造製の TDK-814B を各社4機搭載するが、制御機は 1C8M 対応の東芝製 MM-27A を偶数車に搭載した。なお、 当グループ最後の5269から5270の編成には、東芝と共同開発した電子部品を多用することによって、回路の完全無接点化を図った、東芝 ME2A を5270に搭載した。この制御機は、多系列との並結に備えて、他社の MM-27A と制御回路の動作が共通になるよう設計されていた。 軌道加速度及び減速度も、試作者以来の軌道加速度時速 4.5kmS、減速度時速 5.0kmS を維持している。本形式は先に登場していた5231、型や5201系5201から5202、編成、ジェットシルバーなどと共に2両の基本編成の主力車として運用された。当時の運用は、 早朝2両で出庫した基本編成に、天ヶ崎内市は、見陰のいずれかの駅で2両を増結するか、あるいは車庫内で4両編成を蘇生して出庫して、朝ラッシュ時は4両編成で運行。ラッシュ終了後に、天ヶ崎、見陰両駅で1両開放。見陰開放分は、見陰石屋川間を改装で運行。これは、石屋川駅の線路配線上道駅での開放が、 不能であることによるものして3両編成で、夕方ラッシュ時、両まで運行、その後再び、天ヶ崎、三影両駅で1両開放して、基本編成のみの2両で、夜間運行するという、決めの細かい運用を行っていた。増欠車には、単車走行可能な5 1 0 0系、初代や 5, 5 1 0 1 5 2 0 h 系、5151、型が充当されたほか、 1969年2月までに5311型も加わり、基本編成2両18本、増結者36両の72両で、阪神本線の普通運用と2両運行の西大阪線の線内運用に従事していた。1960年代後半の高度、経済成長期になると、国民の生活水準の向上とともに、従来は、 贅沢品であった冷房も社会に普及してくるようになった。鉄道車両においても、日本国有鉄道、国鉄の特急用車両は、もちろんのこと、この時期新造されていた、急行用車両も冷房筆で製造されていたほか、非冷房車の冷房改造も推進されていた。また、通勤用車両の冷房化も1968年に、慶応初代0千景が、 初の通勤冷房車として登場したほか、1969年には、京阪2400系が、関西地区で初の通勤冷房車として登場した。阪神においても並走する阪急神戸線、東海道本線とは、熾烈な競争を繰り広げていることから、冷房サービスの提供は競争上有効であると判断したことから、六甲の涼しさを車内におキャッチフレーズに、 1970年5月に登場した急行軽車両の7001型と7801軽三次車とともに普通軽車両においても冷房車を投入することとなり本形式の造備車として5271から5272、5273から5274の2連2本が同年6月から7月にかけて向川車両工業において製造された このグループは5261系の二次車であると、共に通称5271系と呼ばれることもあった。変更点は以下の通り、この4両は先の一次車とは異なり、冷房車のみで編成され、早朝、深夜は2両、朝ラッシュ時から夕ラッシュ時までは4両編成で運行されていた。その後、阪神の車両冷房化は急行系車両の 冷房改造を優先して実施したため、普通系車両、ジェットカーとしては1977年に5261、系1次車の冷房改造が実施され、同年5 0 0 1系、2台が登場するまでの7年間は、この4両が唯一の冷房車だった。阪神の車両冷房化は、前述のように急行系7001型と7801、系3次車。 普通系の5261系二次車、通称5271系で始まった。1971年の7861系の冷房改造を皮切りに急行系車両の冷房改造を推進。1975年の3301型と7801系二次車の冷房改造を最後に全急行系車両の冷房化を達成。 1976年からは普通系車両の冷房化に取り組むこととなった。5261系の一次車は、車令10年以内で、今後も長期にわたって運用されることから、冷房改造の第一陣に選ばれ、1977年1月から8月にかけて全車冷房改造を実施された。改造内容は冷房装置を二次車と同様に、マウマイナス 13H を、 奇数車7個、偶数車6個搭載した。また、偶数車に搭載しているパンタグラフを、冷房機器搭載のために下枠交差式のものに変更した。同時に、制御機を同年登場した5 0 0 1系、2台と同じそもそも速性道付の東芝ペマイナス30から 2A に換装した。二次車も同年秋にペマイナス30から 2A に換装されたことで、 一系列内で三種類に分かれていた制御機を一種類に統一した。また、九百七十八年までに列車無線を誘導無線から VHF に変更している。一時車の冷房改造によって、普通軽車両の冷房化率は九百七十六年までの四パーセントから、九百七十七年には五千一系二台四両の心臓と合わせて、一挙に前年の 約5倍の19%に上昇した。運用も冷房車運用に変わったことで、早朝、深夜は2両、朝ラッシュ時から、夕ラッシュ時までは4両編成で運行されるようになった。その後も冷房車の増備は続き、1980年から1981年にかけて5151型と5311系の冷房改造が実施され、 1981年から1983年にかけては申請の5131.5331型も加わって冷房化率100%を達成したが本形式はこれら各形式と分割併合を繰り返して普通運用に充当されていた1987年12月大夜改正時に普通運用の終日4両化を実施これによって ジェットカー各形式は、基本的に同一形式で4両編成を組むことになったが、5261型は14両であったことから、1次車、2次車で4両編成3本を蘇生すると、1次車が2両余剰となる。そこで余った5269から5270は、2両しかない5151型と4両編成を組むこととなった。 1988年以降5100系2台5131.5331型に実施された4両固定化改造は1次車、2次車とも実施されることはなく、原型に近い状態で運行されていた。この時期動きの少ない本形式であったが、1990年には2次車が期間限定でジャズクラブの大阪ブルーノートの広告塗装車となり、 青一式に白いロゴマークが重複された。この特別塗装も翌1991年で終了し、元の図書区に戻された。その後一時車は、閉結相手の5151系ともども当時、設計が始まった普通軽新車への置き換え対象となり、新車投入時には廃車されることが予定されていた。その矢先の1995年1月17日に、 発生した阪神、淡路大震災で一時車は全車被災した。被災箇所とその後の経過は以下の通り、二時車は地震の発生当時西宮駅付近を走行していたが被災を免れた。また、復旧後の5269から5270は5331系5335編成被災に伴う編成外によって、 平結相手を失った5 1 3 1系5 1 4 3から5144トッペアを組んだ。こうして、本形式を中心に普通軽車両から8両の廃車が出たことから、当時計画中で図面まで完成していた5 5 0 0系の製造を前倒しで実施、被災廃車の不足分を埋めた。しかし、残った一時車は5 5 0 0系への早期置き換えが困難になったことから、 当分の間廃車を延期して使用されることとなった。その後1997年から1998年にかけて5500系は5505回、5507回、5509回の4連3本が増備されるが、これは1998年2月のダイヤ改正時に従来の12分ヘッドから10分ヘッドに変更されたことによる広子系車両の所要本数増と、 急行軽車両の運用源に伴う3000、軽置き換えに伴うもので、この時点では5261系の置き換えは発生しなかった。しかし1998年4月から1999年1月にかけて5500系5511回、5513回、5515回が増備されたことにより、一時車6両は5311。 計5311から5312、7801、計2次車7835から7935、7936から7836と共に置き換えたいとなり、1999年3月20日に、ジェットカー発の6両編成を組んでさよなら運転を実施、全車ともさよなら運転翌日の3月21日付で、廃車された。 残った二次社も2000年2月に5500系5517回が登場したことに伴い、同年3月27日付で置き換え廃車となり、ここに本形式は形式消滅した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。